匠ソフトの高井です。父読後感をしてまいりたいと思います。2019年11月号特集語らざれば憂いなきに似たりという箇所です。箇所じゃないですね、そのような特集のタイトルになってます。で、今回読後感する場所は人生を照らす言葉連載、これは122回ですね。すごいですね。鈴木秀子さん、国際コミュニオン学会名誉会長、自分は世界中で一人ぼっちではないのだとお考えになってください。どうしても一度は起こらなければならないことが起こったというに過ぎないのです。シャルル・フィリップ母の手紙というのが副題で付けられている箇所ですね。こちらから読後感をしてまいりたいと思います。非常にこの今回の箇所はですね、憂いなきに似たりと、語らざれば憂いなきに似たりということもあって、やっぱり悲しみとか苦しみとか、そういう困難ですね、困難を乗り越えていく、その私たちの必要性というか、私たちの心の備えというか、そういうものをこう語られる今回の父の、テーマがね、そういうテーマなんで、皆さんそういうところに立って語られてるのかなというふうに思います。鈴木さんは、もうクリスチャンの方です。プロテスタントですね、カトリックですね、カトリックだと思いますの、どちらでも結構なんですけども、クリスチャンの方ですのでね、死生観という部分においては、おそらくクリスチャンでない方の死生観とクリスチャンの方の死生観というのはだいぶ違うように私は感じます。というのはそれはやはりね、聖書を読むとその答えが私たちには理解することができるんじゃないかなというふうに思います。この中でね、鈴木さんはすごくね、ある意味死に対してね、厳しいとも取れる言葉も、言われておられるんです。どういう言葉かというとね、全くそのままの言葉じゃないですけども、人間は必ず死ぬっていうことです。どんな人間も必ず死ぬっていうことです。この世の生命は終わるってことです。そのことを受け入れなければなりませんっていうこと。それは万人が受け入れなければならないことなんですよっていうこと。一生健在、生涯健在、永遠に健在という人間はいないんですよ。そのことと向き合う必要が、大切な人の死を通して、迎えることになるということを言われてるんですよね。そのようなことを言われていると思います。確かにそうなんです。私もそうです。今妻がいます、子供たちがいます。当たり前に、家に帰れば妻も子供もいる、それが当たり前であり普通であり、私にとっては日常であるんですけども、おそらく家族にとっても私が存在していることは日常であり当たり前だと思うんです。ところがこの私が明日命がなくなるかもしれない、明日命がなくなったら、やはり子供たちも妻もそれは想定していないことですからね、驚くことになるでしょう。どのような反応するかね、分かりません。喜ぶってことはないと思うんですけど、喜ぶかな喜ぶかもしれないですね。それは分かんないんですけどね。ただ明らかに、変化するわけですからね、自分が置かれていた状況が変化するわけですから、その変化に対して狼狽するっていうことになると思います。それを受け入れていかなければならない。死というのは誰にでもあること、
死ぬかもしれないということ、そのことは誰もわからないわけです。ですからその場になったらそれをしっかりと受け止めて、生きていかなければならないということ、その時に大切になるのは、今まで依存してた、頼っていた人が、もしかして、その死んだ人であったとするならば、実はもう少し広く目を向けてみると、いろんな方々の助けや支えがあって、自分というのは存在している、生きているっていうこと、そのことに気がつければ、すごく次の一歩が進みやすいんではないかなというふうに感じます。この人がいなければ私は生きていけないとか、そういう世界ではないということですね。私たちの人生っていろんな人に支えられて生きておると思います。例えば米粒一つ食べるにしても、米を生産してくださった方、それを精米してくれる方、それを運んでくれる方、売ってくれる方、たくさんの人の中で私たちやっと白いご飯が食べれるわけですよ。それと同じでたくさんの人が私を支えている、私の家族を支えている、誰かを支えている。ですからそのことに早く気がついて、今大切な人を失って悲しい、苦しい、その気持ちはもちろん大事なんですけど、ただそこにずっと留まっていてはいけない。周りには私たちを助けてくれるたくさんの人がいるっていうことを、気づいて歩むことが大事だということを、この鈴木さんの寄稿から受け取りました。私たち必ず死にます。私も必ず死にます。ただ、死んだとしても残された人は、その残された人の中で支え合って生きていかなければなりません。ぜひですね、そのことを乗り越えていっていただきたいなというふうに思った次第です。私も乗り越えられるか分かりませんけど、乗り越えていきたいなと思った次第です。それでは皆さん、今日はこの辺で閉じたいと思います。それでは。